天皇陛下ご即位記念貨幣とは、1990年及び1991年に秋人の天皇即位を記念して発行された記念貨幣、または2019年に徳人の天皇即位を記念して発行される記念貨幣。1990年及び1991年に秋人の天皇即位を記念して10万円金貨と500円白銅貨が発行された。 10万円金貨は、ブリスターパック入りで発行され、プルーフ貨幣も販売された。また、2種類の貨幣が収められた、記念貨幣セットも販売された。2019年5月10日、財務省は特人が天皇に即位したことを記念するための貨幣を発行することを発表した。発行されるのは、金貨幣とバイカラークランド貨幣の2種類である。 金貨幣の額面価格は1万円であるが、販売価格は消費税込みで14万555円となっている。この理由について、財務省は、純金を使用し、加工も特殊。製造にかかる費用が、額面価格を上回るプレミアム型の貨幣であると説明している。一方、バイカラークラッド貨幣は、額面価格の500円での引き換えとなっている。 1>, 1万円金貨幣は通信販売のみで500円。バイカラークラット貨幣は通信販売及び金融機関窓口10月18日以降に通常の500円効果を指定された金融機関に持ち込むことによって引き換えが可能で入手可能となる。通信販売は2019年7月11日から申し込みが受付され同年10月以降に発送された。 ありがとうございます。